全国のロケット愛好家の皆さん、こんにちは。前回はアレス1ロケットについて、その構想や問題点を解説しました。今回はアレス1とオライオンの後に続くはずだった超大型ロケットのアレス5、そしてアルテア月着陸船について紹介します。コンステレーション計画は月面探査に焦点を強く当てており、アレス1を用いた ISS への有人輸送は助走という位置づけでした。その助走で盛大につまずいたのは今までに紹介した通りですが、一応月面探査のためのロケットと着陸船についても設計が進められていました。結局最後までは設計を詰められなかったのですが、今回は2008年末頃の構想を紹介します。まずはアレス5です。アレス5の基本的なコンセプトは、シャトルを無人の使い捨てロケットにして、できるだけ重い貨物を月へ打ち上げられるようにするというものでした。NASA の有人ロケット認定はいろいろと面倒くさい認定作業が必要なため、アレス1と異なりアレス5は無人運用を基本としています。まずはアレス5の初期案 ESAS において提案された CALV について見てみましょう。 ESAS での CALV は後のアレス5ほど大きくなく、むしろ現在の SLS によく似ています。全長は 110m、 総重量は約 2900トン、 低軌道打ち上げ能力は最低125トン、単体での月遷移軌道能力 TLI 能力は 54.5 トンとなっています。打ち上げ時の推力の約8割を担う2本の固体ロケットブースターは、それぞれ総重量751トン、推進剤651トン、推力1578トンの5セグメントの SRB となっており、再利用する予定でした。中央のコンステージは直径はシャトルの外部タンクと同じ 8.6m、 全長は 64m、 総重量1102トン、内推進剤1005トンで、シャトルのエンジンである SSME を5機装備しています。第2弾は地球離脱弾 EDS という名で、総重量229トン、内推進剤207トンです。これはサターン5の第3弾の S4B の2倍くらいの質量となっています。 EDS のエンジンはアレス1と同じく推力133トン、出力448秒の J2X で、月着陸船を地球軌道に乗せオライオンとドッキングし、月遷移軌道へとまで加速する役割がありました。アレス1と併用することで CALV は61トンの宇宙船と月着陸船を月遷移軌道に送ることになっていましたが、能力としては最大で66トンまで想定されていました。以上が CALV ですが、これは開発速度を最優先とした設計だったため、後に変更されていきます。まず第1弾に備える高価な SSME が毎回5機も使い捨てされることが問題になり、より安いロケットエンジンが使われることになります。 SSME に代わる液体水素ロケットエンジンとしては、新開発をしないのであれば当時のアメリカにおける選択肢は RS-68 しかありませんでした。 RS-68 は SSME より出力は大幅に落ちるものの、推力は大きいため、タンク直径を 10m に大型化して推進剤をより多く積むことで同等の性能を維持することになりました。そして様々な理由により2008年にかけてアレス5はどんどん大型化していきます。まず液体水素の蒸発対策が不足していたので、その対処が必要になりました。アレス5の上段の EDS はオライオンとドッキングして月遷移を行うまで低軌道上で待機する必要がありますが、この間に液体水素は蒸発してしまいます。アレス5の待機時間は最大で約2週間が目標とされ、水素の蒸発対策を加えた EDS はやや重くなり、月遷移の能力も低下します。2007年末頃のアレス5の設計は総重量が2900トンから3375トンまで増大したものの、 TLI 能力は約66トンから約64トンへとやや低下していました。しかしこの頃、月向けのオライオンは重量22トン、アルテア月着陸船は46トン以上へ大型化し、アレス5の TLI 性能の要求は70トンを超えようとしていました。そのため2008年6月にアレス5はさらに大型化、インターネットに出回っているのはこれ以降のものになります。2009年初めのアレス5は全長は 116m、 総重量は約3705トン、打ち上げ時推力は約5300トンにも達し、低軌道能力は188トン、アレス1と併用した TLI 能力は 71.1 トンにまで伸びました。固体ロケットブースターは 5.5 セグメントとなり、重量791トン、
推進剤685トン、地上水力1698トン、地水力は地上と真空で、それぞれ237秒と276秒です。この SRB も、シャトルの SRB 同様に、パラシュートでの回収が想定されていましたが、もちろんパラシュートも大きくする必要があります。コアステージは、直径10メートル、全長は71メートル、総重量1760トン、内推進剤1587トンとなり、RS-68B を6機備え、地上水力は1910トンです。RS-68B は、今のデルタフォーム RS-68A と、性能はほぼ同じで、海面水力は約320トン、地水力は365秒、真空中水力は約363トン、地水力は414秒となっています。ただ、RS-68B では、デルタ4で見られるような水素漏れをなくす予定でした。RS-5 では、底部にエンジンや SRB が密集しているので、打ち上げ時に燃えると危ないためです。第2弾の EDS は、ESAS-1 より約50トン増量して279トンに、推進剤は253トンで、エンジンは、これまでの案と同じ、1機の J2X となっています。この公式としては、最後の RS-5 の設計は、可能な限り能力を追求したものとなっており、シャトル派生ロケットの構想としても、史上最大です。しかし、その代償は高くつきました。まず、この時点で、RS-5、RS-1、スペースシャトルの間には、共通点があまり残っておらず、開発と運用面の費用削減効果が疑問視されるようになります。SRB は、シャトル、RS-1、RS-5 でそれぞれ、4、5、5.5 セグメントとすべて異なり、液体水素や液体酸素のタンクは、直径から長さまで全て異なります。しかも、RS-5 の最終案では、タンク以外の構造は、軽量化のため炭素複合材を用いるものとされ、技術的にも難しいものになっていました。また、RS-5 があまりに大型化したので、発射台周りを大規模に改造する必要が出てきました。RS-5 の組み立て時の重量は、1850トン、ロケットの大きさに合わせて、移動発射台も大きく重くなり、クローラーも合わせると、移動時の重量は1万トンを超えるまでになりました。この重量に対応するには、打ち上げ台の傾斜ランプを作り直す必要があり、打ち上げ時の噴射の強さも考えると、発射場も作り直さなければならない可能性がありました。そして、この RS-5 は、エンジンが熱に耐えられないという欠陥があり、そのままでは成り立ちませんでした。RS-5 の RS-68 エンジンは、ノズルに炭素アブレーション素材を用いていますが、アブレーションノズルは外部からの熱に弱いという側面があります。アブレーションノズルは基本的にエンジンの燃焼室内の熱に耐えられるように設計されてますが、外部の熱が多いと消耗が早くなってしまいます。RS-5 のコアは巨大 SRB に挟まれており、エンジンもコアの底に密集して配置されるので、噴射の熱がこもってノズルが消耗、最悪、破損されると考えられました。そのため、ロケット底部の熱環境に耐えられるエンジンとして、再生冷却ノズルを備えるシャトルの SSME を利用する案が再浮上しています。SSME を用いた場合、地水力の高さゆえに推進剤を減らしてロケットを小型化でき、巨大さに伴う運用の問題を軽減できることも利点でした。以上のように、RS-5 は巨大すぎ、問題も多く、コストも高くなるのが明らかだったので、仮に開発が続いても、設計変更の可能性が高かったと思われます。おそらく、一周回って、最初のESASの案を、少し大きくするような形に戻ってしまうことになったのではないかと推測されます。結局、RS-5 は、コンステレーション計画を通して、図面の上の存在にとどまり、予算もほとんど計上されませんでした。ですが、シャトルの遺産を用いた大型ロケットというコンセプトのみは SLS へと引き継がれ、RS-1 に比べると、現在への影響は大きかったと言えるかもしれません。次は、アルテア着陸船です。アルテア着陸船は、開発が最も遅く、RS-5 より情報が少ないのですが、2008年末頃の構想は次のようになっていました。能力は、単独の月面探査任務では、4名の乗員が7日間滞在可能で、別の着陸船を先に送る場合では、4人の乗員が半年間滞在可能であることが要求されていました。着陸船の上部は、有人型では分離する上昇段とエアロックに分かれており、無人型では、いろいろなものが乗ります。ペイロード質量は、有人型では、乗員とその補給物資の他に、500kg の貨物を搭載、無人貨物型では、最低で 14.6 トン、
最大で17トンの貨物を月面に配達可能とされました。メインエンジンは RL10 を改造した推力 8.4 トンのエンジンを用い、姿勢制御の RCS と上昇用ロケットはひとまずはハイパーゴリック推進剤を用いる予定でした。総重量は有人型で 45.6 トン、無人貨物型で 53.6 トンで、下降弾に搭載する推進剤はどちらも25トンほどとなっています。着陸時には推進剤の水素と酸素が数百キログラム余る見積もりだったため、これを燃料電池に回して熱と電力と水を作ることも想定されていました。アルテアのサイズはアレス5の直径10メートルのフェアリングを最大限に利用して幅広くしており、タンク幅は8メートル、広げた着陸脚の幅は15メートルとなっています。巨大な液体水素タンクのために背も高く、下降弾の高さは着陸脚抜きでも7メートルほど、全体で10メートルくらいの高さとなっていました。アルテアはコンステレーション計画では珍しい新規開発要素でしたが、アポロ着陸船を大型化した順当な構想ではありました。ですがアルテアは設計が未熟な段階でキャンセルされたため、より詳細に検討を進めた場合どうだったかはよくわかりません。一応後にボールデン長官は、総開発コストは80から100億ドルくらいになっただろうという見込みを示しています。なおスターシップ HLS の総予算は40億ドルです。狂ってます。以上がコンステレーション計画の実現しなかった乗り物ですが、 NASA はさらなる夢、有人火星探査についても2009年に100ページの文書を出しています。 NASA の火星有人探査計画の公的な検討は MARS デザインリファレンスミッションと呼ばれており、この時のものは DRM5 5回目の検討でした。ちなみに DRM1 から4は1992年から1998年に出ており、約10年ぶりでした。 DRM6 はまだ出ていません。火星計画は2005年末のイーサスにも出ており、アレス5を約7回、アレス1を1回打ち上げて火星有人探査を実現するというものになっています。まず4回のアレス5の打ち上げにより、2つの火星貨物輸送機を組み立て、それぞれが火星軌道へ火星着陸船を、火星表面には機関ロケットを送り込みます。火星貨物輸送機は核熱ロケットと火星突入部に分かれており、それぞれがアレス5によって打ち上げられ、軌道上でドッキングすることになっていました。核熱ロケットはまだ未開発ですが、従来の化学ロケットの2倍以上、900秒以上の出力を発揮でき、必要な推進剤を劇的に減らすことが期待されています。最近だと DARPA と NASA が2027年までに宇宙での核熱ロケットの実証実験を行いたいと発表しています。火星突入部も興味深く、耐熱核はロケットのフェアリングのような形をしており、火星に行くときは横倒しで突入、地上近くで分離廃棄されることになっていました。横倒しでの突入はスターシップでも計画されているものですね。そして人員の打ち上げが行われるのですが、着陸船と機関ロケットの到着を確認する必要のため、人員輸送は約2年後になります。有人の火星輸送機は核熱ロケット、追加の推進剤タンク、居住部からなり、3回のアレス5の打ち上げで軌道上で組み立てる計画でした。最後にアレス1が乗員を乗せたオライオンを打ち上げ、有人火星輸送機へとドッキング。火星輸送機は約200日の火星軌道までの旅に出発します。火星軌道に到着すると、乗員は軌道上に待機している火星着陸船へと乗り移り、着陸船で火星大気圏へ突入、事前に配置された機関ロケットの近くに着陸します。火星表面での有人探査期間はおよそ18ヶ月ほどが想定されていました。探査が終わると機関用ロケットが乗員を火星軌道まで打ち上げ、有人火星輸送機で地球に向けて出発、最後はオライオンで地球へと再突入することになっていました。この火星有人探査任務は最初の打ち上げから乗員の地球への帰還までおよそ6年となっており、持続的な探査のためにはこれを3年ごとに行うという構想でした。打ち上げが辛そうですが、空白期間があるので、アレス5の打ち上げは都市平均では 2.5 回くらいであり、火星という目標の難しさを考えると妥当な範疇にも思えます。ちなみにこの計画でアレス5に要求される打ち上げ能力は低軌道140トンほどのため、理論的には再利用のスターシップで代用が可能です。以上が幻に終わったコンステレーション計画の月
火星有人探査の内容でした。現実にはアレス1の開発が遅々として進まなかったため、アレス5とアルテアの設計作業も進まず、仮に続いたとしても大きく変わったと考えられます。次回はそのズルズルと遅延していたアレス1に対し、新政権の検証委員会の下した結論、そして新たなる道について解説していこうと思います。本動画シリーズでは主に近年のアメリカの宇宙ロケットについて解説する予定です。フォロー、マイリスト登録、YouTube チャンネル登録などしていただくと、投稿者のやる気アップにつながるので、よろしくお願いします。それではまた。